はい、皆様こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、花道をピアノレッスン会につきましての、追加ご報告ということでね、の動画を撮っております。はい、お申し込みの方がね、3月3日、10時から、お申し込みフォーム公開ということでね、開始させていただきました。お申し込みをいただきました。本当にありがとうございます。ですね、申し込みいただいた方ね、ご希望のお時間で取れたかと思います。枠がですねまだ空いておりますので、お申し込み可能でございます。お待ちしております。それでですね、どこの時間が空いているとかね、いうことも下のね、概要欄の方に、空いているところはまだ予約取れますよというところもある、すでに埋まっているところは×っていう感じでね、書き込んでまた掲載したいと思いますので、そちらでチェックしてください、ね、聴講のねお申し込みもいただいております。まだね、枠がね、まだ空いていますのでね、曲目が揃っていないわけですね。なので大体ね揃いましたらね、またご報告いたしますので、そちらから、聴講の方も、ご検討いただいてお越しいただければなというふうに思います。はい、それからですね、大阪の方ですね、残念ながらねまだねお申し込みがないんですよね。まあね、素晴らしいね、ベーゼンドルファーのインペリアルが置いてあるね、インペリアルだと思うんですけどね、スタジオでねレッスンさせていただきますので、ぜひですね、そちら、ぜひ、受けに来ていただければと思います。多分ね、YouTube なりねブログなりね、全国の方にご覧いただいていると思いますので、楽しみに、お伺いいたしますので、ぜひねお会いしたいなっていうふうに思っております。ね、大阪の方ね、場所はね新大阪駅から、もうすぐです、すぐですというか電車でピョッてか歩いても多分ね10分以内だと思いますのでね、場所の方チェックされてぜひ、いらしていただければなと思います。ちょうどですね、5月の、ゴールデンウィーク中というかですね、そこら辺りですと、その後からね、例えばいろんなね全国で行われていますコンクールなりね、発表会なりね、コンクールなり発表会なり、いろいろ本番をね迎える前じゃないかなと思って、だいたいねお子様たちだったりとか学生さんたち、夏休み中にねそういう予選とかが行われることが多いのでね、なので準備期間でいらっしゃると思いますので、決してね大人の方だけでなくね、小学生、中学生、高校生、大学生、誰でも OK、 どなたでもねお受けいたしますので、ぜひね勉強にいらしていただければなというふうに思います。まあね、私も実際コンクールのね審査員を実際にしております。こちらはねエリゼ音楽祭というね全国のコンクールなんですけれども、大人のためのコンクールにはなっておりますけれどもね、なのでね東京の方で審査に向かっておりますのでね、なんかこうコンクールのためのというかね、まあこうそつなく演奏できるためにはとかね、なんかちょっとねアドバイスはできるかなと思いますので、ぜひね本番前の方なりね、ご検討いただいて、ぜひねアドバイスしたいと思いますので、お越しいただければと思います。もしね大阪の方、今5月の4日5月の5日っていう風に撮っているんですけれども、もしかしたらですね、もし、申し込みの方がね少なければですね、5月5日の日曜日にまとめるかもしれませんので、大阪でね受講を考えている方、5月5日をベースに、ご検討いただければなと思いますね。私も楽しみに、大阪の方向かいたいと思いますのでね、ぜひお会いいたしましょう。お待ちしております。はい、それではね空き状況ね、まだお申し込みいただけます。東京の方もねお申し込みいただけますので、時間の方下の概要欄でチェックしていただいて、申し込みフォームも貼っておきますのでね、そちらからお申し込みいただければと思います。はい、それではね、解説動画の方もまた進めてまいりますのでね、ぜひそちらでもお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら、またね。